小笠原慎之助、25、103回、防御率 2.62、FIP 2.58、93奪三振、防2.6。日本一の左腕だよな。今永やろ。王は小笠原のが上や、イニング数の問題だとは思うけど。小笠原の145球、無駄じゃなかった。イニング食いまくりなの早いな。まあ、甲子園優勝投手と考えたらようやっとる。ここまで成長するとは思わなかった。小笠原、高橋、石川、細川、岡林、これだけ若手揃ってやそのうち強くなりそうやけどな。今 NPB 一番の左腕って誰や？どこだ、今永、小笠原のどれかやな。加藤や小島、宮城はそれより落ちると思ってる。棒で見るなら小笠原か宮城。中日って地味に未来あるよな。立浪ようやっとると思うわ。同じ年のドラフトの高校ナンバーワン左腕、小笠原大学ナンバーワン左腕、今永どっちも当たり合ったな。しかもちゃんと大卒らしく、即戦力と高卒らしく、息が長くてそれぞれ良さが出てる。タイトルホルダーいっぱいおるし、当たり年やな。最短で25年中に FA 権利取れるんやな。下手すると24オフにボスやん。国内 FA と海外 FA は別やし、中日はボス戦やろ。まだ25以下かよ。高卒はすごいな。若い頃から放ってるけど、なんだかんだで毎年メス入れてたから、ようやくって感じやな。皆さんは小笠原選手の成績どう思いますか？コメント欄で今回の動画について感想を教えてください。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。